試合負けたのもあいつがとかじゃなくて、自分もちょっとこうできたんじゃないかとか、そういうふうにまあみんながね考えて、やれる集団がやっぱ強い集団だと思う。やっぱためになりますね、プロの話は。勉強になります。ちょっと自分自身を反省しなくちゃなってすごいなんか思っちゃいました。でも どうですかね、その高校3年間も辛かったりますが、特に大変だったっていうようなエピソードって何かありますか？僕、千葉の高校に通ってたんですけど、はい、まあ、実家が東京だったので、はい、東京から千葉に毎日1時間40分ぐらい、1時間40分通って、練習、授業出て練習して帰る、で、また、ね、朝練とかだと5時ぐらいに起きて、はい、5時半ぐらいに家出るみたいな、そういう3年間が結構続いてたので、そういうのも含めて、辛かったです。寝る時間が少ないとか、寝る時間をもういて、家にいるのはもう家に帰って食事とって寝て、また朝ごはん食べて、だからもう家にいる時間がほとんど7時間か8時間ぐらいしかない。そういう感じでした。監督も怖かった。そういう強い志を持って。